上村一郎は、日本の政治家。香川県東香川市長。香川県大川郡大内町に生まれる。大内町立誉水小学校卒業。1996年3月、大内町立大川中学校卒業。阪神淡路大震災の救助活動で活躍する、自衛隊員に心を打たれた上村は、同年4月、陸上自衛隊に入隊。 横須賀市の陸上自衛隊少年高科学校に入学。在職中に神奈川県立湘南高等学校の通信生を卒業。2001年3月、陸上自衛隊を退職。2年の受験勉強の後、2003年4月、中央大学法学部政治学科に入学。2007年3月、同大学卒業。同年4月、電通パブリックリレーションズに入社。 2015年3月、退職。同年4月、磯崎仁彦参議院議員の秘書となり、香川県へ U ターンする。2018年3月、秘書を退職。同年5月下旬、任期満了に伴う東香川市長選挙に立候補する意向を表明した。2019年4月21日執行の市長選に、 立候補し、元市職員の元行刑、元引田町長の安倍政典ら3人の候補者を破り、初当選を果たした。4月27日、就任。当日有権者数26,799人、最終投票率69.39%。ありがとうございます。